本日は大清帝国を解説していくぜ。突然どうした？このチャンネルでは多くの中国近代史の人物を解説してきたが、その全てが大清帝国時代の中国出身だ。今更ながら、その解説が必要と思ったわけだぜ。なるほどね。それでは早速始めていくぜ。おなしゃす。まずは大清国の中心となる女真族について説明していくぜ。女真族は中国の大多数を占める漢族とは異なる民族の人々で、言葉も中国語とは別系統のツングース系の言葉を話した。気候の厳しい中国東北地域に部族に分かれて住み、狩猟、放牧、農耕などで生計を立てていたぜ。強そう。彼らは12世紀に自分たちの国家金国を建国するが、この国は13世紀にモンゴル帝国に滅ぼされる。それ以降は、部族ごとバラバラになりモンゴル、民などその時々の大国に服属していたぜ。強い者に付く方が安全だものね。この状況は16世紀に大きく変わる。当時の国際情勢は、中国を支配する民と北の高原地帯を支配するモンゴルが対立していた。戦いはモンゴル側優位に進み、モンゴルは民側についた女真族を攻撃、その主要な族長を討ち取った。族長たちを失った女真族は内紛が絶えない混乱状態になるぜ。この結果、民による女真族への統制は緩み、朝貢貿易を媒介にした間接統治に移行した。朝貢貿易？朝貢貿易は貿易と外交がセットになった政策だ。民との間に主従関係を認めれば、貿易が許可され民の物産が大量に手に入るシステムだったぜ。ふむふむ。民は貿易の許可証を応援したい女真族の有力者に与え、言うことを聞かなくなったら取り上げていたぜ。有力者の財布を握っていたのね。この状況下で台頭してくるのが賢秀女真のヌルハチだ。ヌルハチはこの朝貢貿易を通じて莫大な利益を上げるとともに、自己の権力を強化していくぜ。朝貢貿易ってめちゃくちゃ儲かるのね。っていうか朝貢貿易以外の貿易は認められてなかったぜ。え？民は貿易に関してめちゃくちゃシビアで、貿易したければ朝貢貿易か密貿易しかなかったぜ。民に貿易の主導権を握られていたのね。ただし、民では満州産の朝鮮人参や毛皮が大ブームになっており、飛ぶように売れたぜ。ヌルハチは民の将軍と手を組みこの貿易を独占、利益の分配を通じて女真族の中で突出した地位を築く。民からも女真族のリーダーとしての立場を公認されるぜ。うまくこの状況を利用したのね。しかし、手を組んでいた民の将軍が左遷されるとヌルハチは窮地に陥る。公認の将軍はヌルハチの勢力を警戒し、その勢力削減を試みた。貿易の許可を取り消し、さらにヌルハチと対立する女真族の主張や李氏朝鮮を反ヌルハチで結束させ包囲網を作った。まずい囲まれた。ヌルハチは身長を見限り独立を決意、配下の女真族と共に金の復活を宣言した。インディペンデンスデイ。戦術の12世紀の金に対して、これを黄金と呼ぶぜ。民はヌルハチの討伐を決意、大軍を送って黄金を壊滅させようとする。しかし、ヌルハチは圧倒的兵力差を覆し討伐軍を壊滅させたぜ。ヌルハチ無双。そのまま女真族を統一し、黄金の勢力を確立したぜ。ヌルハチは黄金国を軍事国家とすべく、支配した女真族を発揮制度に組み入れる。発揮制度？発揮制度はもともと女真族の間で行われていた行政制度兼軍事制度だぜ。この制度の下で黄金軍は8つの旗、という単位に分けられ、それぞれを経済的に支える領土、住民が分け与えられた。そして戦争時にはそれぞれの旗から戦闘員を出す決まりだったぜ。ゴーンと方向ってな感じね。早い話が軍団の整理とそれによる地域支配だ。発揮制度は一方で身分制でもあり、発揮に所属する人間は貴人と呼ばれ、様々な特権を付与された。黄金国には王、貴人、奴隷などに分かれた身分制度が敷かれたぜ。歩兵。こうして黄金国は軍事国家となったわけだが、経済的には貧弱であったため、領土や物資を求めて絶えず民に侵攻しなければならない不安定な状態だった。強いけど貧乏なのね。侵攻を絶えず続けるうちにヌルハチは戦場で重傷を負い、それが元で病死してしまう。カリスマを失ったわね。ヌルハチの後は息子の本太子が継ぐぜ。本太子は即位するとまず李氏朝鮮に侵攻、民への功能を停止させ、これを属国とした。さっきから李氏朝鮮やられてばっかりね。この頃の李氏朝鮮は、豊臣秀吉による朝鮮出兵から立ち直ってなかったからしょうがないぜ。ひどいいじめを見た。さらにモンゴルに侵攻、モンゴル皇帝の林丹ハーンから現在の内モンゴル地域を奪う。この際にモンゴル皇帝の印字を手に入れたことにより、本太子はモンゴル人に命令できる大義名分を手に入れるぜ。SSR ドロップアイテムね。また民国の討伐部隊を撃退し、多くの中国人部隊を降伏させ配下に組み込んだ。本太子の元にはそれまでの満州人に加え、内モンゴルのモンゴル人や民国の漢人など多くの人材が集まったぜ。まるで人材のバーゲンセールね。本太子はヌルハチ時代の女真族至上主義を改め、漢人、モンゴル人も黄金の正式なメンバーとすることを決心。それまでの女真族の発揮に加え、蒙古発揮と漢人発揮を新設。
女真族の名称も改め、文殊菩薩を意味する満州族にした。心機一転というわけね。この動画でもここからは、女真族を満州族と呼んでいくぜ。1635年10月本大寺はコレラ満蒙館からの衰退を受けて皇帝に就任、国号も金から大清国に変更するぜ。多民族国家神として再出発ね。しかし、秦の経済はその領土だけでは支えられないため、引き続き明への攻撃は続けられていく。貧乏は辛いわね。明側もやられっぱなしではなく北の要害三海間に名称を配置、防御に徹して、これ以上の大清国の巨大化を許さなかったぜ。御神とは、倒されぬこと、ほどなくして本大寺は死去。その息子フリンが順治帝として即位するが、まだ幼少であったため、本大寺の弟ドルゴンが摂政として貢献した。新朝の未来はフリン、ドルゴンがこの三海間を突破できるかどうかにかかっていたぜ。このままじゃ自利品だものね。一方の民では圧政と天候不順により国内が混乱、各地で反乱軍が蜂起した。一揆、一揆。民はこの対処に失敗し首都北京を反乱軍に占領され、皇帝は自殺した。あっけな。ドルゴンはこのチャンスを逃さず大軍を編成、一気に民を征服する決意をする。貧乏脱出のチャンスね。三海間の民軍は北京の反乱軍と大清国の大軍に挟まれ絶望、全軍で大清国に降伏した。ついに三海間を突破できたわね。秦軍を率いるドルゴンは降伏してきた民側の司令官御三家を厚遇し、配下の部隊もそのまま秦軍に加えた。そしてそのまま北京に攻め込み反乱軍を駆逐、ドルゴンは北京に入城する。落ちたな。北京に入城したドルゴンは、大清国が明の中国支配を引き継ぐことを宣言。続いてフリンも入城、天を祀る儀式を行い、中国の皇帝であることを宣言した。そして勢いそのままに反乱軍と明の残党を総統、秦による中国の一元支配を完成させた。悲願は達成されました。とはいえ秦朝の支配は中国にすんなり受け入れられたわけではなく、今まで蛮族と見下していた秦国による支配への肝心の反発は根強いものがあった。特にドルゴンによる肝心への弁髪の強制は大きな反感を買ったぜ。髪型の強制とかブラック部活っぽいわね。この肝心の不満への対処は、後の皇帝たちへの課題として残されたぜ。先行き不安ね。三大秦朝皇帝となったのは順治帝の息子ロワン永だ。彼は後期帝として即位すると肝心反王国の解体を目指す。反王国？彼らは秦に降伏した元民軍の武将たちで、御三家を筆頭に辺境の雲南、広東、福建の支配を任されていた。帝国内に王国を築いていたのね。彼らは地の利を生かしチベットや台湾と交易し、莫大な利益を上げており、その力は侮れないものがあった。まあ、後進だし、多少はね。後期帝は彼らが国内で圧倒的多数を占める肝心たちをまとめて、慎重に反抗することを警戒したわけだぜ。急いで解体しなくちゃ。後期帝は彼らに圧力をかけて平和にこれらの王国を解体しようとするが、危険を察知した彼らは連合して反乱を起こす。この反乱は三藩の乱と呼ばれるぜ。これで慎重の中国支配もおしまいね。ところがどっこい、後期帝側につく肝心武将も多く、反乱軍の攻勢はすぐに停滞した。どういうことだってばよ。これは後期帝が大軍の指揮に優れていたことも大きいが、反乱軍はそもそも大義名分がなかった。一応野蛮な秦国から肝心を解放すると号していたものの、その野蛮人に散々協力してきたのは彼らだったぜ。お前よ、戦いが長引くと形勢は逆転していき、放棄から8年後、鎮圧されたぜ。えらい長引いたわね。これは台湾の停止政権やチベットが反乱軍を支援していたからだ。秦国が安定するためにはこれらの黒幕まで倒す必要があったぜ。前途多難ね。とはいえ、三藩を平定したことでこれまでになく国力が上昇、以後敵対勢力を物資で押しまくることが可能になるぜ。三藩を鎮圧するとすぐに水軍を台湾に派遣。圧倒的物量で制圧する。物量戦気持ちよすぎだろ。しかし、チベットは同様にいかなかった。この頃のチベットの支配者はチベット仏教のトップ、高僧ダライラマ5世であり、彼の権威は内陸アジアに広く及んでいた。内陸アジアではダライラマの権威なくして、政権を維持することは不可能なほどだったぜ。文化のパワーね。秦がモンゴル方面を安定させる上でも、ダライラマの協力が不可欠であったため、迂闊に手をつけられなかったぜ。それに何を隠そう秦の歴代皇帝たちもダライラマの権威を取り入れていたので、下手すると秦自身の威信にも響きかねなかった。満州族の名前も文殊菩薩から来ているくらいだし、チベット仏教の影響はすごいわね。ダライラマから見れば大清国も自分の影響下の国の一つに過ぎないわけだな。それに後期帝はチベットだけに構っているわけにはいかなかったぜ。というのもこの頃内陸アジアではガルダンハーンが大遊牧帝国を作り秦の権威を脅かし始めたからだ。ガルパンハーン？ガルダンハーンは強力な遊牧民族オイラートのハーンだ。
ガルダンハーンは自身の出身部族ジュンガル部を中心にジュンガル帝国を作り上げ、その勢力をモンゴル地方に伸ばし始めていたぜ。シンにとっては強力なライバル出現ね。しかもガルダンハーンはダライラマからハーンの位をもらっており、チベット仏教の守護者としても皇規帝と競合関係にあったぜ。謎の三角関係。また、もう一つの大国も真に迫りつつあったぜ。ロシア帝国だ。これは強い。この頃のロシアはロマノフ王朝の下で領域を急成長させつつあり、モンゴル高原や大秦国誕生の地である東北地域にも進出しつつあったぜ。恐ろしや。さすがの秦といえども2カ国と同時に戦うのは不可能だ。ターゲットを絞る必要があるわね。皇規帝はロシアと手を組むことに決定する。選ばれたのはロシアでした。この時点で満州に侵入したロシアの戦力は1000件部隊のコサック兵が主であり、その数は1000人程度であった。ロシアは秦とぶつかる東北地域より、カムチャッカやオホーツク、アラスカといった、人口が希薄で征服しやすい地域に興味を持っていたぜ。取れるところから取っていくスタイル。ロシアとしてもジュンガルより秦と組む方が交易軍事面でメリットが大きいと感じていたぜ。皇規帝はロシア帝国とネルチンスク条約を締結。お互いの領域を決め、秦の北東方面の安定に成功する。これでジュンガルに集中できるわね。この頃ガルダンハーンはモンゴルのハルハブの内紛に介入、敵対するグループを攻撃し、寺院を略奪した。やりたい放題ね。ガルダンがモンゴルを手に入れれば、次に狙うは豊かな中国だ。皇規帝はここでガルダンとの戦いを決意するぜ。しかも、今回の寺院への略奪でガルダンハーンのモンゴルにおける権威は失墜、ハルハブをはじめモンゴル人たちの多くは秦側についたぜ。ガルダンのウンゴルね。皇規帝はハルハブからの要請に応え、自ら大軍を率いてモンゴル高原に侵入、ジュンガル軍を圧倒的な兵力差でねじ伏せる。この様子を見たチベットもガルダンを見捨て慎重とは僕。軍と同盟相手を失ったガルダンハーンは一気に没落し、逃げ込んだ山中で死去するぜ。これにより大秦国の内陸における覇権が確立されたぜ。終わってみればあっけなかったわね。続く、妖精帝、乾隆帝の時代に秦朝は最盛期を迎える。妖精帝はチベットの内紛に介入し、チベット高原を分割統治。北部もロシアとは新たにキャプタ条約を締結して外モンゴルを境にお互いの勢力圏を確認し合った。ロシアとは仲良しね。時代の乾隆帝はジュンガル帝国を解体し、その本拠地を含む東トルキスタンを秦朝と名付け、秦の支配下に組み入れるぜ。ジュンガルの復活を防ぐためね。さらにはネパール、ベトナムなどの周辺諸国の内紛にも介入、強硬国とすることで秦朝の南西地域を安定させた。力こそパワー。ここに大秦国の領域は最大になる。すごく、大きいです。ここで一旦大秦国の内部を見てみよう。まず民族構成については現在の中国を見てもわかるように超多民族国家だ。建国初期の満州族、漢族、モンゴル族に加え、領土が拡大していくにつれ南部の彝族、チワン族、ニャオ族、西部のチベット族、トルコ系の諸族など膨大な量の民族を抱えることになった。マンモーカン以外にもいろいろな民族がいたのね。そして、領域も広大だ。東北地域、中国本土、モンゴル高原、チベット高原、タリム盆地など広大な領土を保有していた。現在で言えば中華人民共和国にモンゴル共和国とロシアの沿海州を加えた広さだぜ。面積も超巨大ね。それにしてもこのたくさんの民族と広い領土をどうやって統治したのかしら？大秦国は基本的にそれぞれの民族に合わせた統治を実行したぜ。漢人などには中国の伝統的な皇帝として、モンゴルなどの遊牧民族にはハーンとして統治を行ったぜ。違いがわからん。中国伝統の皇帝制度は一君万民、つまり一人の皇帝の下で民は皆平等であるという制度だった。一方で遊牧民にとってのハーンはたくさんの部族をまとめるリーダーであった。秦朝皇帝はこの二つの顔を使い分けて支配下の民族をまとめていたぜ。皇帝の方はともかく、ハーンの方が緩い感じね。これを補うために秦朝は内陸で広く信仰されていた、チベット仏教を利用した。秦はチベット仏教最大の守護者としての権威を確立することで秦政制を強化したぜ。チベットの文化のパワーを取り込んだのね。そして領域的には大きく3つに分類されたぜ。まず第一に東北平原。ここは満州族発祥の地として特別地域に指定され、中央から派遣される奉天吉林国有公の3人の将軍により軍政が敷かれていたぜ。この地域は満州人の中国本土への移動で過疎化し、残っているものは駐屯している発起か、狩猟民だけになっていた。これら少人数の住民を動員して防衛に当たるためには、軍司令官が地域を把握しておく必要があったぜ。そして軍場のための牧草地を保護するため、この地域への農民の移住は制限されていたぜ。常に臨戦態勢ね。2番目に中国本土。漢族が多く住む中国本土は18の省に分けられ、明の時代と変わらぬ制度の下で統治された。科挙制度で選抜された官僚たちが中央及び地方を管理していく体制だったぜ。しかし、中央や地方の重要なポストは満州人、漢人で半々に分けられていたぜ。バランス、なのかしら。中国本土は秦朝の財政面での生命線。
ここを肝心たちに完全に任せるのはリスクが大きいからな。満州人で肝心を監視するのね。また中国本土の南方にはチワン族、ニャオ族など少数民族が点在していた。彼らの支配には肝心とは異なり、部族の中の有力者を部族の長官都市に任命して、その部族を統治させる都市制度が採用された。この制度も民から引き継いだものだったぜ。秦は民の遺産をしっかり引き継いでいるのね。第三に半部と呼ばれた地域があるぜ。これはモンゴル、新疆、チベットなどの新疆北部から西部の遊牧民が多く住む地域だ。この地域は東北平原、中国本土と異なりチベット、モンゴルなど民族ごとに藩を設定し、間接統治とされたぜ。藩の統治はモンゴルの王侯、チベットのダライラマ、新疆のベグなど各民族の長に任された。これらの地域の事務は中央官庁であるリバンインが管理し、見張り役として新疆には長官として入り将軍、チベットには中蔵大臣などが置かれ、中央から人が派遣されていたぜ。なるほどね。このように大清国はいろいろな制度を駆使して広大な領土を安定させたぜ。この結果、大清帝国は空前の繁栄を遂げるぜ。対外戦争がなくなり強大な敵もいなくなったことにより、軍事費が下がり大幅な減税が可能になった。また大清国は前代の明国と異なり、商業に非常に寛容だったため肝心の商人が大活躍する。中国人商人は中国本土を越え内陸の諸民族やロシアと交易したほか、南ではオランダやポルトガル、イギリスといったヨーロッパ諸国と交易。彼らは茶を主力とする様々な商品と引き換えに銀を手に入れ国内に持ち込んだ。このため世界中の銀が国内に蓄積されてゆき中国本土は好景気に突入。国内各地が開発され、さらに穀物や商品作物が盛んに栽培された。食料の増産は人口増加にもつながり、人口は1億人から4億人まで増加する。すごいわ、大清帝国は最強の帝国ね。今回はキリがいいのでここまでだ。こや次回が楽しみですわ。次回は低い租税、大量の銀、人口増加。その全てが真に牙を向く。は？次回、後編新調室、でデュエルスタンバイ。一体何が？